ということで始まりました。秋田マリッチんンティング2回目。ポンポン2回目にして、えー、えー、録画放送です。録画開始、はい、<laughs> どうもどうも。こんにちは。秋田婚活の母こと、松倉美代子さんです。どうも。よろしくお願いします。すます朝撮っておりましてですね。はい、ちょっと風呂上がりのこう濡れた髪ですけども。<laughs> 濡れた髪、えーえー。いやー、前回ね、聞いたよっていう人が。 うん、二人いいましてはいえー、この間話題に挙げた、あのーはい、秋田商工会議所青年部の F さん、はい、F さん <laughs> 親子で聞いてくれたって見てくれたっていうことでねあ,ありがたい今度は遊びにお店に来てねって言ってましたよ。 あもう絶対行きますね。行きましょう。絶対見てるんでこれ一応触れました。はい。ありがたいですね。そういったまあコアなファンを大事にしていこうと思っておりますけども、いや見まして SNS ってすごいなと思うのが、なんでしょこう松倉さんといろいろとこう番組とかねやり取りとかするようになってから松倉さんのインスタがバンバン入ってくるんですよ。あそうなんですか。AI が勝手に なんかのアルゴリズムが勝手に、えー、すごいありがたくてえなんか受賞したんですって受賞しましたすごいおはようございますありがとうございますパッとこうねぼけまな子でチラッと見ただけでこう正式名称わかんなかったんですけど <laughs> <う>なんか漢字とか英語とかいろいろありましたけどなんですかそうです、ね、実績賞をもらいました実績賞。出しているは延、い、命<う>と協会こう二つ入ってるんですけど、うん、どちらからも実績表彰をいただいて、えー はあ、え具体的に何でどのような実績を出したっていうことに対してもらったんですか。ご縁結びですね。<う>ご縁結びとか、はあまあ、あとはまあ、ご縁結びと、あと、なんていうんですかね、うん、その苦情がないこととか。うん、やっぱり、その質ですね。ご縁結びの質とか、えー、そういうものを総合的に評価されて。いただける賞なんですけど、うんうん。すごいじゃないですか。ありがとうございます。秋田婚活の。 パ,パパじゃねえかパパって、ね、<laughs> パパっコンカのパパに変える。母名乗っていいですね。これは。どうぞ、ね、と名乗っていきましょう。父母で、はい <laughs> はい。父母で。はい。両方いっちゃうみたいな。両方いっちゃいますね。はあ、すごいです。それ相当人数がいるんでしょ。その団体っていうのは。そうですね。うん、その一つは四千六十二社だったかな。四千社ぐらいのうちの何パーだったかな。うんうんうん うんうん、15ぐらいかな15ぐらい、はあそうか加盟してるだけで結果出さなきゃ意味ないもんねそんな中でしっかりと結果を出して表彰されたと、うん、もう一つは140社中 <laughs> 私の賞はあの最高位の賞で140社ぐらい中の2社だけですね、うん、うわお秋田で受賞できたと思って <laughs> でもこれって私が。うん というよりはやっぱり会員さんが頑張ってくれてうん、うん、頑張って、うん、でパートナー探して結ばれてっていう結果なので、うん、会員様の賞ですよね会員様とも一緒にいただけた賞で本当にいダーがよく言うセリフだ、うん もう従業員のおかげなんです <laughs> 私なんかとかね <laughs> みんなが会員さんが頑張ってくれたから、うん、私なんかで、うん、いやいや美保子さんが一番頑張ったからじゃないですかいやいや自分で言えないから俺が言います代わりに <laughs> ありがとうございます、うん、もほんとねっもう会員さんが要は活動事務、うん、と一緒で入って満足しちゃったりとかすると、うん、ね、うん でもそこでやっぱり満足せずにちゃんともう最後までもうその2人でね過ごす幸せな将来をちゃんと信じてあることを信じて進んだからこそ。 の結果なんですよね。何でもそうですけど、すべてのことにおいてそうですけど、うん、特にね、現代社会ってやることが多すぎて、まあいろんな会とかグループとかね、うん、組織に所属していると、もうタスクが多すぎて、やんなきゃいけないって分かってるけど、うん、後回ししがしじゃないですか。特に婚活とかってその一つだと思うんですよ。そういった中で、うんうん、こう優先順位を上げてね、例えば週に何回かはこの、まあ、 アプリを見直すとか、あと行動を起こすとか、連絡取ってみるとかっていうことをした結果だと思うんですけど、うん、それっていうのは、多分松倉さんが、働きかかけたからだと思うんですよ無理やり強制とかじゃなくて、そのモチベーションを上げるっていうか、どういうい工夫をしてたんですかいや,やっぱりこう、私の最優先事項じゃないですか、やっぱり公園番組って。うんはい なので、まあ、毎日チェックして活動してるかなちゃんとお会員様検索してるかなっていうのは見れば分かるんですよね。あ履歴はあ動いてないなとか、うんうん、で、うん、あとはもうピタッと止まっちゃったりとかするとあれどうしたかだって連絡してみたりとかでもねやっぱり動かない人は動かないですよ。その 怠け癖があるっていう人ももちろんいるでしょうし、やることありすぎて分かってるけどできないって、まあ大きく二タイプに分かると思う、うん、分かれると思うんですけど、うん、その怠け癖のある人に対してはどう すするんでかアプローチは、まあうんうん、ちょっとこう満足しちゃってるような後回しになっちゃう人はどうですかって、うん、やっぱり働きかけ、うんうん、あとはまあ定期的に、ね、メッセージ送ってみたりとかやっぱり私のインスタとかも見てくれてる人が多いので罪悪感もあるんでし最後に入ったけど行動しない <laughs> み美穂子先生が見てるよ。 母が見てるようにしてる人いますよねいると思いますよ。怖くなっちゃうと大変だと思うんでそうそうそこはちょっと気をつけたりとああ優しい母でありず優しい母で第一の母ですよ。包み込むように包み込むように。菩薩のような菩薩のようにお寺出身ですからねそうだねそうそっちも行けるんのすごいなあとねやっぱ忙しすぎる人もそうだしあとはなんかこうね考えすぎてあこの 人いいのかな、申し込んでいいのかな、でもこの人と一緒になったら、効果なあかなって考えすぎ。先々をね、心配しちゃう人がいるから、もうそれはね、思い込み。先々の心配って、まだ起こってないことを心配してるから。思い込みですよって、思い込み、は思い込みですよって。もう、出たよ、何それ。思い込みなん。お、みほこごろくにあるんですか。思い込みは、思い込み。うん、素晴らしい。はい、思い込みは捨てる。うん、こんな感じで。 あとそのなんだろうこんなパターンもあるのかなと思って1回トライしたけど、うん、最初でつまずいちゃった要は失敗したというかなんかいまいちだったな、うん、この人って、うん、まあ何でもそうですけどビジネスとかでもそうですけど、うん、ファーストトライアルで失敗して、うん、もうやめちゃうっていう人といや、うん、いやいや次いやいや次と、うん、もう失敗は成功のもとじゃないけどそういう風に考えてどん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 いけて、うん、もうあのー、8連続いっちゃう。 八股オーケーみたいなね昔のマティログみたいな感じの、はい、<laughs> 人と2種類いると思うんですけど真面目な人に多分前者の方が多いかなそういった場合どうするんですかちちょっっっとこうう苦手意識が出ちゃったっていうあやっぱりそこはもう寄り添うしかないんで、うん、でもやっぱり活動する前に婚活ってめっちゃ大変ですよってあ先に言うんだ。ううん、うん、もう あの当たって砕けろだから、本当、うん、砕け散ってなんぼだし、それがあなたの経験値になってるし、うん、で、心が折れないように進もうねって、うん、で、あなたが傷ついてきても、私がちゃんと伴奏コ貼ってあげるから、う、うん、絶対会う人。ギプスとかじゃないのね、伴奏コなのね。 たかだかかすり傷だよと包帯とかね例えばもうなんかほら石膏で石灰で固めるとかだったらもう骨折れんのかなと思うけど絆創膏だからかすり傷だからそうだってもうこの長い人生の中のほんのちょっと1時間ぐらい話したとのことなのでほんまやでそなことはもうそうなんですね。 あとなんかすもタイミングもあるしあとそういう性格かもしれないもんね、うん、なんかあの人に対してちょっと冷たい感じの性格かもしれないから<そう> <laughs> 別に自分にだけじゃないね、うんま、イギリスの言葉でねもうすごいいいなっていう言葉があって僕はすごく大事にしてるんですけど日本人にはあんまり受けない言葉ですけどね言う前に言っとくと、うん、の言葉で傷はつかないんだと。 言葉は刃とか日本人言うけどでも言葉は言葉だから傷はつかないんですよ。っていうような意味合いのことわざなんだけど要は傷ついてると思ってるのは自分の心で言葉自身は言葉なのでね要は音の波なんでね言葉でぐわっと血が出たりはしないと。とだかからなんかそ もうなんつうの、もうボロクソその相手の人に言われたとしても、うん、それは言葉なんで、うん、あ、言葉を今浴びせられてるなぁと思って、こう、うん、僕なんかこう、反面をつぶってですね、うん、<laughs> こっちの耳からこっちの耳にほぼすべて聞き流すという技を <laughs> う使うんですけど、大事ですよね。大事で大事ですよね。なんかあーってし、ああ、私、ああ、俺ってダメなのかな。うん、自分はダメなんだとかって思う人多いじゃないですか。うんうん いやいやいや<う>あなたをいいと思っている人に出会うために100人でも1000人でも連続で言ってればうんいつかは出会うよねと逆に出会わないわけないじゃないですか。うううううん、うんそうそそ絶対そうねだから言霊って絶対あると思ってて、うん、やっぱりそれを受け取っちゃえば自分のものになるけどははい、はいね、そうやってこう流してね受け取らなかったら「贈り物は誰のものですか?」ってやっぱり贈り主のものだからそういう人に返っていくだけじゃないですか。 母なる言葉ありがとうございます <laughs> なる大地 <laughs> 僕が言いたいと思ってたその先を言ってましたそうそう言葉は、ね、あのー、武器ではないってことはい武器にもなりえるそう魂だからね言葉、うん、でもその言も受け取るか受け取らないか自分自身だとそうなんですよ神様。 神様になりませんか<分>婚活の神。婚活の神に行きます。婚活の神も。歯を超えちゃう、うん、いや、母子でいいですね。<laughs> <う>母子じゃない、母子じゃない。母子、母母母、うん、父母、そうそう。<laughs> ね、なんかこうねみんなやっぱりすごく純粋でピュアな人飽きた多いですよねまあどこにでもそうかもしれないけど、うん、やっぱりすごい素直だから優しいから受け取っちゃう人多いですよね。あの関西人のあのもうざっくりくくっちゃうけど関西の方のあのノリ見習うべきですよね。 関西出身の芸人の方ってまあチャラチャラしててまあどんどん行くんですよすごいなと思うんですね大体9割以上の方がそういう方なんで全然なんか気にしないというかもうすぐも目の前の人を口説くっていうえすごいやっぱそういう文化なのかなあれ素晴らしいですね私大阪にね去年遊びに行った時にうん 最後に知らんけどってつけるんですって、中でおっきく知らんけどって書いてる看板があって、<laughs> そうそれで知らんけどだって私面白いって言ったら、いや関西、うん、関西人てなーって必ずね五ビに知らんけどってつけるねんだよって、<laughs> エビデンスはありませんよっていうことですよ。つまりね、ちょっとありませんよ。んうん、あのなんていうか辞書に載ってもそう書いてあるとは限りませんよ。うん、ずるい表現なんだよなあれ。<laughs> 知らんけど。知らんけど。これめっちゃいいなと思って。告白とかしても逃げれるわけですもんね。こ、うん、のこと好きやね。タイプやね。ほ、うんまこの後ホテルいかんか。うん、知,らん知らんけどって言えば。知らんけどって言えば。そうそうそう知らんけどそう。知んけどあれこれ本当。冗談っていうことでごまかしてるのかなとか。<laughs> だからまあその土地がうんだうんだ。ね 文化でしょうね、カルチャーなんでしょね。いやそのスタンス面白い。いやいいと思います。秋田弁でもそういうの作るべきですよね。うん、そうそうですね。わわがねどもな、とも違うんだよな。知らねけど。知らねけど、うんとやっぱりわがねけどちょっと硬くなっちゃうのでやっぱ知らんけど。知らんけど。そのまま吐くっていっちゃいかな、知らんけどってね。 やっぱ関西の言葉ってめっちゃね、うん、いいですよねい,い,いやいいわと思ってそれどうにか飽きたのねああ人たちにもこれ浸透しないかなって浸透してであのよくべっぴんさんやなあの美穂子さんも言われたことありますよねきっとべっぴんさんやなって <laughs> あっ。 これいいですよねううんそやっっぱ褒めめられるとちゃ嬉しいじゃないですかでその褒め言葉にただ美人かわいい美しいとかねもうもうなんか雅だとかねえなんか奥ゆかしい奥ゆかしがよかそのんかもう高貴なとかいろいろありますけど別品さんっていう言葉ってすげえいいなと思って別品さんうんそうですよねんか使っていくべきですよ秋田の人も。 関西の人ってやっぱ褒めてくれる人多いすぐ言いますおおまきたるべっぴんやなってでもそのちっちゃい「つ」のね何秒ちっちゃい「つ」を時間を持たせるかによってこの人本心かどうかをね感じ取るべっぴんさんやなこの人思ってねえのべっぴんさんやなって言うと

ーラッパかと思いまうやっぱんかあの YouTube のえっとナンパのね動画とかを見れば必ず褒めてるんですよね二言目にはみんな褒めてる「あすいませんすいません」って「めっちゃ可愛いと思って」とかって必ず褒めてるんですよね。 そうですよ大事やっぱり褒めてくれる人よ悪い気全然しないやっぱり嬉しいからそ,そしてこう二人きりで言うとちょっと怖いけどみんなの前で言うとねオープンなライブだから言いやすいし悪い気しないですよね、うん、なんか密室で「いやーあのべっぴんだと思って」とか言われたら多分怖いじゃないですか <laughs> それタイプだったら別よタイプでも何でもない人に「べっぴんですね」って言われたら「うん、美人ですね」とか「まあ可愛いですね」とかでもいいんだけど。 なんか怖いじゃないですか。もっとこうオープンにねいう文化を作るべきだな。やっぱ褒める褒め活褒め活だな。褒め活ですよ。褒め活してもらいたい。でやっぱり誰も褒めてくれないから自分で褒めましょうって私は人に言ってるんですけどのイトさんとかに。いいのそれで自分やっぱなかなか褒めてくれる人いなくて。 結構やっぱり自己肯定感が低い人って現代人多いと思うんですよ、うん、確かにうんだからもう自分で褒めようよって<ち>もう自分で可愛いって朝お化粧して、うん、いや今日も私可愛いねとか、うん、あ今日私頑張ったねとかめっちゃ似合ってるじゃんとか自分で褒めてこうって、うん、でやっぱりそれちゃんと脳がね、うん、あのー 自分にインプットするから、うん、まあそうとどとかもそうだし、自分で発した言葉とかも、ちょっともう脳が、自分に対してこう言ってるっていうか、うん、だからマイナスな言葉を言ってる、やっぱりマイナス思考になっていくし、うんうん、でもやっぱりこう、明るいねポジティブワードをいっぱい言ってると、やっぱり自分がやっぱそうなっていくっていうのも自分でやっぱ実感しましたね。うんうん、いや、やっぱ。 アワードで賞を取る人は違うなぁ。な言う言葉が違うなぁ。<laughs> もう超おこいで。そのままもう教材にしたいもん、今のやつ。電子 <教材 S 1> 書籍にしたら売れるでー。<laughs> <laughs> <laughs> あ、きた。PR ベタな、飽きた。そして自己肯定感も低い。そ僕そう、僕ね、めっちゃ高いんですよ、自己肯定感。ね、はい。うん、絶対高い。あの、世界一好きな、まあ、この回もね、もう3回聞きましたよ、第1回。 自分が喋ってる番組を聞き返すのが世の中で一番私服の時なんですよね。えぇ、さすがプロ、超プロ。磨いてるわけだ。磨くっていうかですね。あの、自分が好きっていう。あ、違う。自分が好きなだけ。大事。そう、自分が好き。そう、いう人最近少なくなってきてないですかなんか。自分が嫌いとか。え、自分、何のために生きてるのって思っちゃうんですよ。自分が嫌いで。 人生楽しいわけないじゃないですかそれめっちゃ思いますね<え>めっちゃ思います最後の一人自分でありたいですもんあああ地球でそれちょっと寂しいけどねちょっと寂しいけどねサバイバルしちゃったサバイバルしちゃってねえちょっとあれだな見に行きたいですねその活動の様子私は<の>最初は三人でお見合いみたいなことをやらせるわけでしょ あ、いよいよもうね、二人、二人いきなり二人会員様同士ですねまあ希望があれば私もお引き合わせに行くけど基本は二人お引き合わせっていうですねお引き合わせなんですよ。お見合いじゃなくお見合いのお見合いのお引き合わせ専門用語出ましたねお引き合わせがお引き合わせはぁはぁはぁだから、まあ本当こう活動し始めた時でやっぱりちょっとこう不安強くてって言うんだったらもう最初お引き合わせ はい。まあ、秋田だったらキャッスルホテルさんとかよく使わせていただい。てキャッスルの、どこですか。あの。一階ですね。一階の、なんだっけ。ザキャッスル。で、テラスハウス、あ、ザキャッスル。はい。あの、カルボナーラが超うまいとこですよね。あ、そうなん。あそこの、あそこのカルボナーラ食べたらね。うん。大体カップル成立しますね。あ、でも、初回はお茶だけっていう。あ、そうなのか。まあ、じゃ、二回目デートとかでね。 あ確かに初回食事はあれだなあのー、なんかの雑誌で、まあ、これも「ポパイ」で読んだんですけど「ポパイで」うん、ポパイで読んだんですけど <laughs> 最初のデートで食べちゃいけないものランキングとかねあ,かあるんですか麺類は基本的にだめだっていうのが、まあ、半分以上麺類で1位が何だったと思いますか一緒のデートで食べたらだめなもの、えー、ラーメンラーメンもね5位ぐらいでしたね5位えー、なんだろう あのナイフとフォーク使うやつはあんま入ってなかった、うん、要はだから上品にならざるを得ないじゃないですかその真逆って考えたらいいですね下品にならざるを得ない食事っていうのが世の中にそうですねあらゆる下品な音とか、うん、作法とかを組み合わせた究極の <laughs>、うん、究極の食事があって日本にあるもの日本にあるぞただしっかけうまいんですよ コンビニとかさも売ってますね。コンビニでもコンビニえ、なんだろうな。ちなみにうちの妻が大好きです、それ。焼き芋焼き芋食んまなくない祭りとかさ、縁日歩きながら食うもんだから、それ。じゃあちゃんとこの面と向かってテーブル座って、いただきますって言って食べるものですね。麺類。麺類。で、音、音めっちゃ出ます。で、お蕎麦。はい、蕎麦。 そばの上にあるものがかかってます。あるもの？はい。なんだろう。え、なに？あるもの？べっちゃべっちゃ。あ、なめこあ、なめこもね、なめこ三位とかだった。あ、なめこ三位。え、なんだろう。べっちゃべちゃ。だから焼き芋近いですよ。芋ですからこうこうやって。あ、トロロ？とろろそば。トロロそばは絶対ダメって書いてました。 えなんでだろうってなっちゃうんだろいっい大いほら仲良くなって食う分にはいいけどスズルだけじゃない音がねそうそうでんか絶対跳ねるじゃんベチャベチャって白いシャツにあの醤油まみれのとろろがめちゃっちついてさすごいな何か何かやだってなるじゃんうんやめてもいい やっぱ初回でね、うん、知らない人同士だと、うん、だ細部まで結構気になっちゃうじゃないですか見ちゃう見ちゃうすっげえもう不思議やってるけど、うん、俺も見る派なんですよ。<laughs> 見るす見こうほんと見るな、うん、あのほんとに何だろうな醤油のつけ方とかすっげえ見ちゃうんですよね。あ,<ー>あこの人ベジョっていく派なんだとか。

ショーにダイブさせるんだよな。じ泳いでもうね溺れてる時あるからねもう浮いてますもんね浮いてる時あるそうそうそう。とかね見ちゃうんですよ。あそうでも気になるやっぱりお見合いってなったらもう本気でパートナー探してるからこそめちゃくちゃ気になっちゃうんですよね。気になる。うん。だからオンラインお見合いは流行ってますよ。 あいいかも。だって、うん、今日だってね美穂子さんは多分一切加工してないですけど。うん、ですよね。うん、加工してないですけど僕なんかはもうね実際もうこうですからね。あえあのだから実際こうですからね。実際。<お>実際こうですから。<え>でもこう。加工するとこうですからやっぱり。だいぶ違うね。ライトだけじゃなくて。ライトとあと補正機能。あそうなんですか、ねうん。外見補正も。 ださん完璧です母ですす母よ <laughs> <ー>後ろからもやったら五個を手ぐらしてああ菩薩みたいなうこういうこ <laughs> う <laughs> いやついやにやろうとしなくていいから <laughs> ねえそうそうそうか、うんね、そうそれでねそのさっきの話でそうだ思い出したのがあって、うん、すごく細部まで見て結果良くなったっていうパターンもあるんですよ。うん、これがうちの両親なんですけど うちの両親お見合い結婚だったんです五条目で。やばい止まっちゃった。あ止まっちゃった。大丈夫あよかったよあ止まっちゃった。あ上手。上手。たまにあるのズームでそれえウサでした。本当なんか止まってるみたい。うねあのうちのおじいちゃんが。 1一回東京に出て戻ってきた息子だから僕の父ですよね、うん、が全然こう嫁子探さねえと、うん、結婚する気あるんだがんだかわかんねえと、うん、言った時にたまたま目の前のもう今目の前通った近くのタンス屋さんで働いていた2何歳22ぐらいの女性を見て「うち、ん、の息子とお見合いしてけれと」と、うん、僕のおじいちゃんが僕の母に。 声かけたんすすよよナンパで後ろ息子をちょっとお見合いしていけるあなたいい子だっつってお見合いしたんだってでその時に母が僕の父のミスター北のシャツが破けてたのを見たんですって普通ねうわがっかりじゃないですからこんな破けたシャツ着る人なのって思うと思いきやところがどっこい私はこの人のシャツを縫ってあげたいって思ったんだって。

輝いやちょっとそピカーッてね,ね<ー>ピカッターンピカッつって僕もい一人はそうなるんでね今のところまだ大丈夫だけどね <laughs> どうせ光るんだから <laughs> どうせ光る光っちゃお光っちゃおお見合いのお見合いのお見合いじゃね、うん、ええと二人のこうデートのなんだろうなマニュアルみたいなあるんですかっていうのは、うん、その全然喋れない人もいると思うしあと、うん、その N.C. とかた長すぎるとかも嫌だし、うん、えっと 雑談ばっかりすぎて肝心な話しないで終わったまま身のない話で終わっちゃうとすごくもったいないと思うんで、うん、必ずこの式次第に沿ってやってくださいねみたいなカードは渡すすんですかうん、うん、あのー、一応こうするとうまくいきますよみたいなのはあって、うん、あるこ書いてある虎の巻をね私は渡すすんですよ、えー、ど,どんなこと書いてんの話せる範囲でいいですけど。 ああやっぱちゃんとお会いする前にお相手のプロフィールはしっかり読んでいくとかで私はやっぱり会話に困っちゃった時のためにうん、うん、相手に聞きたいことを3つぐらい自分の中にちゃんと持っていこうねってオンラインとかだったらもうメ,メモに書いてパソコンを貼っとけばいい,はい、はいえー。出身地はは、えー、血液型は、えー、3サイズはああだ,めだ,だ,めだ 好きな動物はとかねまあ何でもいいんだよな好きな音楽のジャンルはそうそうとかね、うん、で結構、うん、あのプロフィールすごくよく書かれてるから趣味とか休日の過ごし方とか、うん えじゃあここ音声とか音声好きだって書いてたらどこら辺行かれるんですかとかほんねこれご覧の皆さんね僕一回見してもらったのとチラッとこんな感じの深くまでは見ないけどこんな感じのっていうその具体例みたいな感じでそのアプリのやつすっごい書いてましたねちゃんと書いてるんですよあれがめちゃくちゃ大事でだと思うつまり共通項ですよねそうそうそう共通項ですよね釣りが好きうん トロロそばが嫌いとかするね。<laughs> またトロロそばめっちゃ大好きって書いたら、その場合は最初のデートいいですよね。トロロそばでも。ああ、あれがあったアクアパッツァ。アクアパッツァ。アクアパッツァそんなんおしゃれな、アアおしゃれな、シャレを映だ食い物言われたってよくわかりですね。わかりそう。スペインの魚介のね、<laughs> あれでしょ？藻水みたいな海外いっぱい載ってる藻 <laughs> 水そう。藻水,雑水米入ってたあれ。藻水の上にムール貝バーってやれば。 なんだパッツァ。パッツァ。ピッツァじゃなくてパッツァ。私もよくわかんないんだけど、アクアパッツァがどんなものかちょっとわかんないけど、アクアパッツァを作れる女性がいいって書いてんる。で、それを見たその、あ、私はアクアパッツァを作れる。っそれこそ作ってあげたいみたいな。そういうカップルが。 結ばれたこともあるしええー、結ばれたんだそうそうあとはねなんだっけパウンドケーキパウンドケーキしおしゃれなまだいいが出して普通のスポンジケーキだべ <laughs>、まあ、パウンドして何でもよごもぜ本番 <laughs> ずっヨ <laughs> ーゴもずすむずがすなぁからパウンドケーキ好きでね,ね好きな人とパウンドケーキを作れると <laughs> うんお互い好きな人パウンドケーキでそれはね彼の方がパウンドケーキ作れる人でデートの時にパウンドケーキ作って持ってってなんか念願のパウンドケーキ食べさせましたああいいかもなもしね喧嘩したとしても私たちの原点に戻りましょうよっつってそう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 アクパッタ作るからとパウンドケーキ。 どこにねやっぱりそういうご縁がこう隠れてるか分からないしねこれはプロフィールを充実させてお互いがしっかり熟読してから最初のリアルコンタクト、ね、これめっちゃ大事だね。そうそう やっっぱ不安になってるから、うん、あのみんな活動する時うまくいくかなとか、はいうん、で今度の人こそ決めたいなとか、うん、会う前からやっぱりそこまで考えちゃってる人が多い、うん、もうもう絶対打つぞぐらいの感じで <laughs> どんなボールが来るか分からんのにみたいな。<laughs> <laughs> <laughs> いやまだボールも来てないけどねみたいなデッドボール級のボールは打ちに行かなくていいですよね <laughs> そうそう一応座席に立って一応こう楽しくしてニコニコして2時間我慢だけすればいいんだから <うん S 1> 前回もやっぱり言ったけど話に出たけどやっぱりまずは馬が合うことを確かめにゃあかんじゃないですかそう,そうそうやで。 だか,らだからもうその時にちゃんと相手のことをいっぱい知れるように相手に興味を持って会話してって会話してきてね楽しんできてねって言ってるんだけど、うんまあ、でもみんな結構23回ぐらいお見合いしたら結構慣れてって。あ同じ人ともっていうのもあるし他の人ともってことですねその毎回 1>, の人いい1人1回っていうのだとしても3回4回やってるし慣れていくと。 慣れていくんです。あ、このズームのね、この番組のスタイルだって、まあ、美和子さんも、僕もこう慣れてるから、すぐできるけど、うん、慣れてない人って最初こう戸惑うじゃないですか。実際会ってないから、会話とか、で,ね、でも、こういうのも三回四回ってはすぐ慣れるじゃないですか。<laughs> <が>一緒ですよね、こういうのも。うん、そう、そう、そうですよね。ね<ー>やるほどに、やっぱ、みんなに、ね。慣れてだよね。 どんどんやったほうがいい。で、楽しめるようになるじゃないですか。私もめっちゃ最初なんか配信する時とか緊張したけど。ええ、めっちゃ楽しみ。二回、まだ二回目なのに。慣れてるね。あんまり上手くなったら。僕の上まさが際立たないので。やめ。あの、普通でいても。超えれない。だんだん、だんだん。いやいやいや。だんだん経験体験。本当そうだと思って、どん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 。出ていくべきだよな。そういう。 お見合いお見合いじゃないそういうねデートの場所にやってった方がいいと思うでそのさっきほら相手の話を興味深く聞くって言ってましたけどほんとに大事でうんラジオのその歴が長いんですよ15年やってたんですねで ABS ラジオで、極上ラジオから駅マイクまで15年やったんですけどそこでね何を一番得たかっていうとうなずき力。 会津磁力リアクション力なんですよ。リアクションを。ほとんど話聞いてないとしても。ええ <laughs> <ー>。<laughs> 聞いてないんかい。聞いてない時、まだ、もう、次のコーナーで頭いっぱいで。<laughs> あ。ありますよね。<laughs> 次のコーナーでも、もう、早く、この十五分終わんないかなと思ってる時こそ、こそとか言っちゃダメか。マジっすか。あ、そっか。<ー> C. M. の時間とかも入るんだ。だ、全部入りますから。 かうん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 ってもう困ったらほんでそしてからの <laughs> 次はそしてなぜならば <laughs> いわゆる、うん、あゆえにだからああとか <laughs> なるほどーだって言ったら相手はもうよどみなく気持ちよく喋ってくれるってこれに気づいたんですよねこれさえこれさえお互いができてれば多分、うんうん、楽しくないデートってないと思うんですよ。 そうですか。そう思いますよ。やっぱりね、興味持って、そうなんだって、やっぱり知りたいって、やっぱり思わ思わないといけないっていうか。まあ、本当楽しもうと思って、どうなるか分からんけど、まあ、それこそ知らんけどっていう話じゃないですか。うん、そう。ね。そうなのよ。今楽しい時間、まあ、過ごしたらいいな、過ごせたらいいなぐらいで、行ってもらって。うん。うっていうこう経験値を積んでもらって。なんか、あの、一回。 講師したことあってねその婚,、うん、婚活講師みたいなこうせん越ながら、うん、なんか男性のコミュニケーションの取り方みたいな僕もそんな女性とうまく取れる方じゃないんですけどうん、うん、こう全然話できないとか、うん、もう自分の話ばっかりしちゃうとかいきなり自分は何だっけねあの芸能人のれれの誰そがタイプですとか言っちゃうとかいや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 ,いや<れ>今別にそれ何のメリットがあんのって思うようなことを言ったりするような人がいて。うんうんうん そういう人たちに言ったんですけど、うん、興味あ,あってもなくても目の前にいる人もその2時間なり何ないも大好きだと、うん、世界一愛してるって思い込んで聞く練習なんだと思えば絶対楽しいよと。でそれで数打ってればあなたがその好きなタイプの人にを選ぶんじゃなくて、うん、あなたが。 あなたみたいなもんでもかね、それは言わないよういうそ。それは、あなたこういう塾とかに通わなきゃいけないような、あおめえみたいなもんでもっていうか言わないよ。言わないから、これ <laughs> 思ってんだけど、はい、言わないよ。ピ s って、いいね、あなたが選んでもらうんだと。ね、選んでくれる人にきっと出会えるから。だから誰に対しても同じようにね、全力で向かうってことが大事なんで、 好き,と好きっていう感情って多分付き合ってるうちに芽生えてくるもんだと思うから特にこう年いけばいくほどまあ僕今45ですけど僕がだから妻と出会ったのが35ぐらいだったんですよ。もうそのぐらいの年からなんだろうねえタイプだかわいいとか若い子いいなとかそういうのもなくなってくるんでもうなんこう。 時間を重ねれば重ねるほど愛おしくなるっていうような恋愛のね、うん、感じに変わってくると思うんだけど、うん、そういうことだと思うんですよね、うん、だ,んだ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 んといい態度で接してればだんだんと好きになるからっていうふうなことをね、うん、俺は言いたかったけど、うん、なんか「あこの後ちょっとアルベのあの出会いに行ってきます」って。うん うん、あの自己紹介頑張りますこいつ話全然聞いてねえなと思って <laughs> 自己紹介じゃないね。<laughs> 聞き役に徹するって言ったの聞いたったのかなと思って絶対やっぱりそこが経験値で彼は経験不足ですもんね。うん だからみんなねやっぱり初回でもう絶対うまくやろうって思ってるからそんなん全然いらなくて、うん、もう初回からうまくできる人なんかそろそろいない、うん、やっぱりそもそも経験がある人だったら別だけど、うん、お見合いなんて本当初回からうまくいくのは難しいから、うん、もう本当そのままででかっこつけたりすると、うん、なんかこう言わなくてもいいようなことも言っちゃったりするからうん、うん、もうそのままの自分でありのままでだって結婚したらその自分とねずっと過ごしていかなきゃいけないんだからって。 うん、だからもうほんと楽しんできてって、うん、でどんな人だろうって、うん、ででそうそのまちログさんがさっき言った、うん、えとその時その人のこと好きになる、うん、それねうちの、えー、と女性会員さんで12月にご成婚した子がいるんですけど、うん、その方がねあのお見合い練習してる時に、うん、あマスクラさんわかりました要は、うん、その時間だけその人に恋をすればいいんですよねって言ってて。<laughs> そう,なのそうなの、そうなのよ。うん、すごい、めっちゃ積極的にいっぱいお見合いして。うんうん、で、その中で、自分にほら、会う人を見つけて、ご成婚ですうん、うんうん。ほら。ほら皆さん。ほら、これきっと届いてますか、これ、皆さん。ね、聞いてほしい。<え>うん、聞いてほしいですね。うん。そうなのよ。はやっぱ、活動期間中もすごく、うん。 あの前向きで楽しそうでうまくいかない、うんまあ、うまくいかないじゃないけど、うん、ご縁がないつながらなかったお見合いだっていっぱいあるけどうん、うん、そんなん全然気にしてなくて、うん、もう自分に合う人を探していこうねって、うん、探すだけだからっていうこともちゃんとこう素直にこう受け止めてくれて今回の人は合わなかったんだな、うん、ご縁がない人なんだなって言っても流すそうよ、うん、うわー登録したい あ俺結婚してたわ登録させたいいろんな仲間を私も登録したいどういうことやねんやっぱやってみて皆さんの活動見ててやってみたいってあるよねやってみたいっのあるよな楽しいだろうなめっちゃ楽しいだろうなって私も思う合コンスタイルいわゆる三対三とか四対四それはないんですか基本的にそれは結婚相談所の活動にはないですただパーティーとかねパリティはありますけどうん うん、基本的には1対 1, な 1, 対1がねあん,あんまというかあ,あんまあなくもないわあ一1対1いっぱいあったわ、うんうん、大,大学生時代, <laughs> 大学生時代 <laughs> 鍋パーティーをやるということにして、うん、5人分ぐらいの鍋を作るんだけど誘うのは1人で。はい で他のメンバーが来ないんだよなっ,って結局2人きりになったねという悪いやり方をしてたの<ー>何それポパイに書いてあったんですか <laughs> 書いてなかった書いてる <laughs> 大学生時代はポパイじゃないからもうポパイじゃない 2>, うん、うん、2つ上の先輩に聞いて <laughs> 北島君この大学はねあのコツがあってさ <laughs> すごい部屋で鍋パーティーをやりゃいいんだよって <laughs>、えー、やるだろ<や>で呼ぶだろ ででなんか急に来れなくなったゼミがの押して研究が押してとか言ってないで 2>,、うん、2人きりの時間あえて作りゃいいんだよ <laughs> ええー、すげえその先輩 <laughs> 怖っ<い>先輩の教えの通り教えをすば素,素晴らしい先輩に育てられた違うん、素なただただやっぱ二人きりは緊張したななんかなドキドキしますよねーードキドキするねああだから共通項ちゃんとこうねお互い調べてやるとあと続きは書いてんですか <コ>続きは、まあ、その都度その都度でやっぱりこう、うん、ほら不安に思う度合いとかが全然違うしどこにこう引っかかっちゃうのかっていうのも全然違うからそこから結構聞きながら、うんうん、次のデートとかただあのその私が所属してる IBJ っていう連盟ではやっぱりすごいビッグデータあるわけじゃないですか。うん でその中でやっぱり大体こうするとこうなっていきますよみたいなものもきっちり持ってるんでだから初回のお見合いはお茶だけ、はあ、で次のデートは23時間のお食事、うんうん、みたいなものはある程度ありますね。うん、あれでしょう、まあ、そのビッグデータ見てもないしその規約とかあの見たこともないけど、うん、おそらく最初で一番最初にお酒飲むのは大抵失敗するっていうのは書いてないですか お、まあ、お酒、酒そう、お酒はね、やっぱりね絶対やめたほうがいいです、うん、最初のデートをお酒は絶対ダメだと思う、うんうん、もう醜態もさらすし,し間違いも起こしやすくなるしお酒が最初に入っちゃうとね、うん、いいこと一個もないと思うんだよなうん、デートはねあ大勢での宴会は別ですよで合コンとかは別だけど1対1はね、うん 1> うん、やめたほうがいいと思うなまあ、3回目だよね多分ね やっぱりちょっと回数重ねてうん、うん、でやっぱりご成婚プロポーズの前に一回やっぱ酒癖を見といてもらいたい、うん、あと運転はい、はいはい、うんバーとかねすぐ鳴らす人とか <laughs> なんだよ、ね、急に人変わる人いるからね <laughs> バケローとかねうそうそうそう怖い,怖い怖い怖い温厚な人ほど駐車場で駐車するときに、うん、あのチってやったんですって、うん、ああら 彼がね、誰がそれがすごい怖かったってお別になっちゃったこともあるち、うん、<laughs> 1回 <laughs> で 1> ん、うん、たまたまこの右奥のさ歯の穴ささ何 <laughs> かさかベビースターがなんか挟まってたかもさでべ <laughs> それをだよってでもたまたまそのタイミングでちってやっただけかもしれない、うん、チャンス逃したこれもご縁ですからね、まあ なんかねうかうんと運転してる時が結構余裕なさそうでっては言ってました。うん、で駐車する時にチッてやってたからって、うん、やっぱちょっと怖いわと思ってって、うん、でなんかそれがやっぱり他の場面でも出てくるんじゃないかなとか、うん、そこからちょっとこう人柄を感じる部分があったんでしょうね。そうんとなくこういろんなところからねこう感じ取ってるから。うん 過ごす中で、はい、うーんでもね私旦那さんと付き合った時に、うん、あのそれまで付き合ってた人とはすごいこう、うん、人がやったらすごい嫌なことが旦那さんがやっても全然嫌じゃなかったんですよ。うん、それなんか、うん、の,の,が他の人は嫌だったけど旦那さんは。嫌だと思ったけど <laughs> 旦那さんは <laughs> さんそんな全然むしろ愛おしかった。愛 <laughs> おしかったのかな。<laughs> <laughs> <laughs> あ,あいいないいなその試金石というか、うん、そのリトマス試験紙が、うん、そういうふうに働く時もあるのね普通の人やったら嫌なのにいいってことは相当いいってことだもんねまあ好きな人にやられたら嫌じゃないんでしょうね,、うん、ねだから好きだってことを確認できるってことだろうなうん,うん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 、はあ いね、嫌じゃないと思って他の人とかは結構なんかドン引きしてたんですよ、うん、なん、うん、こんなとこまでここまで我慢する普通みたいな、うんうん、もう出せよと <laughs> そんなんで出せんだよ男はさっつって <laughs> <laughs> 女はそうはいかねえんだよもうどうすればいいだろうみたいなちょっとほら我慢できねえのかよとかんかそんな、ね、ゴムゴムで縛ればなんとかなんだべっつって <laughs> 子供の時一回ゴムで縛ったら止まるかやったことあるんですけど <laughs> どうでした パーンって走けてバってあの水風船見たくなりました <laughs> 止まらなかった全然意味なかったでもそういうことが分かってよかったですよね <laughs> 分かって<う> <laughs> 何でもやってみないと分かんないから <laughs> 母,母優しいなうん、やってみないと分かんないもんだって <laughs> 母優しいなエジソンの母もそうだったみたいですよええー、そうなんだ。なんか全然怒んなかったなって、エジ,エジソンのお母さんって やってみなさいやってみなさいっつってだからああいう人になったっていろいろ試して失敗は成功の母だってだからお母さんの言葉のお母さんの言葉っていうか作ったその言葉発したのはエジソンだけど教育としてはエジソンのお母さんがそうだったんですってこれやっちゃダメって一回も言わなかったんですってあそうなんですね。このの間ねででで、で公がああっっっったんんすよ山田千尋さてて言ちょとと事故両足 あと右,右腕をなくしたんですよね。うん、で今左手一本で、はいうん、その方の講演を聞いたときに彼が成、うんあのー、成功はなくとも成長があるっって言ったんですよそしてあと可能性にも満ちている。で僕はその足も失ったし手も片腕なくしたけど、うん、目も見えるし言葉も話せるから、うん、可能性があるって思って。 うわめっちゃそれが響いてだから、あのー、皆さんはね、あのー、手足もあって目も見えて話せる人がここに多いですよねってでも可能性なんても無限大ですよっていう話をされてて<わ>いやほんとマジそうだわと思ってね自分の可能性をやっぱりいろんな可能性をやりたいことをやっ,ぱやっていきたいと思って素晴らしく響いちゃった。 うわ今これ泣いたらかっこよかったけどちょっともう泣きそうになったぐらい感動します。<laughs> だってさんでこんな事故になって俺が最悪だなって思うとこうその方はそうじゃなかったわけでしょ。まあそう,そう思った時もあったかもしれないけども時間をかけてなのかもしれないけども、うん、捉え方を変えてこれ自己成長なんだと、うんうん、自分の身に降ったかかったそういったことっていうのは災難と捉えることもできるかもしれないけどそうじゃなく。 うん、成長と捉えることだってできるよねとよまあさっきの言霊のね思想に「愛ずうずう」とかありますよね。で1週間やっぱり1週間はすごい辛くてもういなくなっちゃった方がいいんじゃないかとか思ったけど、うん、でも1週間で、うん、いやもう俺はあの1年半で社会復帰しようと。早<っ>うん決断が早いそうで、ね、富士山登頂したりとか,マジですか富士山登頂してるんですよ成功してて。 で今じゃね、まあ、きちんとお仕事もねあの、うん、されてて、うん、しかも一般雇用で一般雇用でお仕事されてて<ー>で今はあの20万人の登録者がいるユーチューバーですもんね。はあ勉,勉強になるっていうかねあのそんな簡単な言葉で片付けたくないけどいややっぱそう先生生きる先生ですよねそういう生き方はね、うん、そういうの見せれる人はユーチューバーにもなれる何でもできる。 お見合いでね、一、うん、回ぐらい自分とたまたま会わなかっただけのことを。うん、そうなんだ。んな、そんなもう全、全人生のもう本当、もう、一つのもう一ミリぐらい。よ、うん、絆創膏もいらないぐらいですよね。絆創膏いらないです、ね。たん、たぺかけてけどな。<laughs> 言われなかった、なんか、たんぺつけとけば治るって。<laughs> <う>あれ、唾液つけとけば治るっていう意味なら、らしいですけど <laughs>、うん。そういう意味ですけど、<laughs> うん、一番唾液に、ね、あの。 バイキン入ってますからね。一番ダメなのっ、唾液に、唾液に、うちの父がいつも言いんですよ。食べ <laughs>、うん、つけては治るって、いやいやいや、一番危ねんだって。唾液が細菌まみれの一番。ヨードチンキとかぐらいにしときなさいで、ねねうん。で、もう、もし、お水でいいですよね。お水で,お水でいいの。そうですよ。そうです。うん、アルコール流して大。流して、うん。流して。いいですね。 うん、俺今日はもう一個のテーマまで行きたかったんですけど今日は撮っとこうと思いましたこれ言いたかったのは、まあ、予告編見たくちらっと話すけど、うん、その相手に求める条件は多すぎたらダメだよって、うん、いつだったか話してたじゃないですか。言いましたね個に絞りなさいってで大きく3つあるんだけどそのうちの一個、うん、1個最優先事項を1個に絞りなさいのこの話。うんうん、これね次次回回たっぷり次回ぜひ ちょこっとヒントを教えてもらっていいですか何と何と何に分かれるんですかだいたいその結婚に求めるものっていうのは何と何、えっとねやっぱ条,条件ですよね求める条件、うんうん、まあやっぱ年収年収住むところ住むところうんあと何だっけもう一個年収あとなんかもう価値観みたいなそういう数値的なもんじゃなかったな あ、そう、まあそこはね、結果一番まあ落ち着くところっていうか、めぐりめぐってそこに落ち着くんだけど、やっぱりそういう性格とか、うん、フィーリングですよね。うん。あとはな、だから細分化したもので言うと、実家に入ってくれるのかとか。あ、そう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 です。そうのいっぱいありすぎて結婚できない人がいるという話をしたんで、やっぱりめっちゃこだわって、あのその自分のねご縁 をうせ、うん、狭めちゃっってる人がやっぱりいます、ねうんうん、あ俺の周りにもいるなうちは何々業をやってるから、うん、そのなりわいがこれだから条件が限られてるんですとか絶対うちに住んでくれる人じ,、うん、じゃないとダメなんですとかあとお、うん、長男はダメだとか。 あ,ーもうあるじゃないですかあす、ね、もうそんな言ってたと「うん、一生結婚できないよ」ってここまで言ってるんだけど言わないけどね、うんうん、そうだよねきっと巡り会えるよーって言ってるんですけど。 だったらやっぱりもうこだわる分だけやっぱ活動量って増やさないといけない,じゃないですか、ね、母数を上げないと確率は上がらないから<え>うんそうそうそうでも条件も、うん、持てば持つほどやっぱりなかなか活動してない人が増えていくかなっていう印象はありますねうんうかダメかもこうかもあかもってっ、ね、いいそうですよ思い込み、ね、これはちょっとあれですね、うん、時間もそろそろお差し迫ってきましたのでえー、よくあるラジオとかでよくある。 もしこれをお聞きの皆さんで、えー、マスクラさんのところに加盟したい、入会したいという方はどうしたらよろしいんでしょうかっよく言うでしょ、<laughs> よく聞くでしょ、あれ、へたな,、ね、なアナウンサーが聞くやつね、ええ、私どっからでででもあのアクセスできるんで、ええ、<laughs> すごいよね、SNS いっぱいやってるじゃないですか。 S. N. S. そう S. N. S. から <S ー <S ホームページから。からね、全部晒してるんで。うん、はい。ここまり。もうここまりって入れればすぐす。マリココで。マリココ。<laughs> 業界用語みたくいったん。なるほど。失礼しました。マリココ。ギロッポンみたいな。ギロッポンでシースーみたいな。マリココですよね。マリココで秋田とか入れればもう。 あ出てきますねマリココ秋一発で出てきますはい一発で出てきます、ね、ありがとうございます秋田婚活の母松倉美穂子<ー>出てきます、はい、マリココユザワで出てきますいいよろしくお願い致しますいいな自分の気分でねめっちゃ本当はちゃんと毎日とかアップしないといけないけどいい なかなかアップしてないから、もう、ね、ネタの方向になってますよ。私はスマホの写真。の中がほぼ,ほぼ全部松倉さんじゃないですか。あの、マリココスペース秋田で調べたら、15個ぐらい全部松倉さんですよ。本当ですか。すごい嬉しい。これこれ独占法に違反してますよ。ううこ,これ。独禁。独禁法,法に違反しますよ。これ。訴えられますよ。<laughs> 訴えられちゃう。 大変ね他のマリココ使ってる人にね,ねそうですよね<え>、うん、そうですあとほ他のね秋田の秋田とかまあ秋田に限らずねうん活動してる人いるじゃないですかそうナコードさんいっぱいいういうナコードさんとかそういうとは住み分けというかまあ仲間の関係というかうんそういうのはどうしていきます、うん、今後<え>その要はなんかコラボレーションとかもあるのかな と思い結婚サポーターでしたっけそういう職種の人たちが結構いるっていうじゃないですか結婚サポーータ結構その会社ごとに私はまあ仲人カウンセラーなんですけど婚活コンシェルジュだったりとかまあんちゃらカウンセラーって他の言い方してたり結婚カウンセラーだったりとかその人によって違うんですけど要は仲人ですねみんな仲人。 なんだろうトークライブみたいなねえきっとやりたいですよね。やったらいいな。うん。でやっぱナコードってすごいみんなカラー全然違うんで。うんうん、あだと思う、まあ。それこそナコード自身の価値観も違うし。スパルタナコードみたいのもいるんでしょうね。多分中には <laughs> いるいるかもしれな、ね、い。でも秋田はみんな優しくていい人ですよ。あそうなんだ。うん。スパルタいないんだ。秋田のナコードさんみんないい人。うん,うん。うんであのー。 ただみんなこうカラーが違うからやっぱりこうな、うん、そこに入ってくる会員さんのカラーって結構違うなと思っててうんやっぱ自分に似てる人が集まってくるのかな、うん、あそれはわかる気がするなう,んうちのとこはいい、ね、本当私の会員さんは老若男女、うんうん、<laughs> すごいなんかうん、うん、あのー、男性が多いとか女性が多いとかあんまな,なくてすいい常にやっぱ半々ぐらい半々ぐらいで20代から。うんうん まあ今は何歳だろうまあウェブは五十九歳ぐらいまでいいなうんですねわかりました、うん、えー、じゃあまたこれ毎週やってきますんで来週は生放送から録画になるかまだ発表はしませんがはいどちらかになりますはい、はい、じゃあ草さありがとうございましたありがとうございました